どうも、洋次郎でーす。はい、なんか最近なんかツイッターを見ていたら、なんかその押し方についてなんかいろいろなんかツイートされてる方がいて、ちょっとなんかね、七次界隈というかそれが荒れてるのかなと思うんですけども、まあ今回はね、そのなんか押し方についてなんかちょっと話していこうか。まあね、洋次郎のなんか持論として、ね、喋っていこうかなと思うんですけども、僕もね最近、朝倉ゆいちゃんだったりとか、あの千春さんだったりの動画を出して、ますけども、まあそうですね、それを見てなんかなんだこいつみたいなね、もしかしたら思われてる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ僕はそうですね、まあね朝倉ゆいちゃんだったり千春さんもそうですけども、まあ元メンバーなわけですけどもね、活躍されてますし、今後とも応援していこうかなっていう気持ちで、まあ、応援してます。はい、まあ7日メンバーじゃなくなったから、それでなんか裏切り者とかは全然思ってないです、本当に。うん、それはマジでないです。活躍してる姿を見ると本当に嬉しいです。はい、だからまあ動画を上げたりとかしてるんですけど、まあそれがね、なんか気に食わなかったりする方もいるのかなと思うんですけど、まあそれはそれでいいんじゃないかなと、思います。はい、でまあね、自分はまあ武田愛菜推しですけど、まあ仮にナッチが七虹を卒業したとしても、別にずっとね芸能の世界で活躍されるなら応援していきますし、なんだったら七虹メンバー全員僕応援してますからね、って感じです。だからまあなんでしょうね、だから一応ね、武田愛菜推しですけども、まあいわば箱推しというか、まあね、全員が何かしらの形でなんかその前に出て活躍したらめちゃめちゃ嬉しいですし、そこになんかふざけんなって気持ちはもう僕は一切ないですね。本当にただ単に活躍してくれたら嬉しいっていう気持ちですっていう感じかな。だからなんだろう、推し論争というか、今回ちょっとなんか騒動というか、なんかツイッターでね、いろんなね、フォローしてる方がなんかつぶやいてます。僕も正直わからないんですよ、どういう感じでなんか推し動向みたいなっていうのかわからないですけど、僕は別にゆいちゃん活躍してくれたら嬉しいし、千春が活躍してくれたら嬉しいし、まあ他のメンバー全員なんか活躍してくれたら嬉しいんでね、なんか別にどうも思いませんねなんか活躍してくれたらただ単に嬉しいなって思う気持ちだけなんでね、っていう感じですね。なんかゆるっとした感じになっちゃったごめんなさい。はい、っていう感じです。とにかく、そうっすね、なんかそうだな、なんだろうか、締めの言葉が思いつかないけども、とにかくね、7分の22というグループに関わってくださった皆様にはみんなね活躍していただきたいなと思います。はい、ということでね、今回の動画以上にしたいと思います。なんかね、いいなと思ったら、チャンネル登録だったりとか、高評価、バットボタンでもいいので、何かしらボタンを押してくれたら嬉しいなと思います。